かというところですね。今日シャドウは島田です。さあ拾った上里ワンタッチでここ中川かわした、うまい、鈴木は左に流れた、右マーク中に流れていった、田中だ、田中先制点、 FC 琉球開幕戦は点を取りたかったと話をしていた田中啓太、この第2戦大宮相手に先制点を決めました。いやまずねこの上里選手の縦パスは良かったんですね。でこの仕掛けから田中がね最後落ち着いて決めましたよね、これね、逆サイドね、うん、落ち着いて本当に決めましたね。まあね、中川も相当厳しい縦パスだったんですけどね、コントロールしてよくコントロールしてこのねシーン作り出しましたね。今シーズン